皆さんこんにちは。女子プロレスラーの木村花さんが死去されました。人気番組テラスハウスにまだ出演中だったので衝撃は隠しきれません。花さんの死因はうつ病からのガス自殺と言われていますが、その発端がテラハで起こったある事件。その後からアンチが増え、ネットで誹謗中傷がエスカレートして心身ともに疲れ切ったのが理由でしょう。死去前にはリスカ写真もツイートしていたようで、早くに彼女の気持ちに気づいてあげていればと思います。なぜこんなにも悲しい出来事が起こったのでしょうか。死因やテラハの事件などを詳しく見ていきます。日本の女子プロレスラーで芸能活動にも活動しながら人気番組テラスハウスにも出演中だった矢先の出来事。遺書はリビングで見つかり、母親に向けてごめんね、産んでくれてありがとうなどと書かれていました。ベッドの近くに薬剤の容器があり、警視庁は木村さんが有毒ガスを発生させた可能性があるとみています。事件当初は死因が発表されていませんでしたが、調べてみたところガス自殺の可能性が高く、以前から SNS では死を匂わせる意味深なツイートや実際にリスカした写真を投稿するなど精神状態が不安定でした。何らかのうつ状態になっていた言動が多く、ネットでは心配の声も上がっていましたね。そして精神的に追い詰められた発端となったのがテラハで起きたコスチューム事件。その事件の番組終了後からネットの誹謗中傷がエスカレートし、花さんの対してのアンチが増加。心ない批判の言葉が次々と彼女の SNS に書き込みがあり、精神的に追い詰められていったのでしょう。不特定多数の人が軽い気持ちで書いた批判コメントが花さんを死に追いやったと思います。そして自分で自分のことを殺めてしまった最悪の結末に、そこまでアンチが増加したコスチューム事件とは、ご紹介していきます。木村花さんを死に追いやったアンチによる SNS での誹謗中傷、その発端となったテラハでの事件。死去する前には自分を傷つけた様子をインスタで投稿していたリスカ写真など、一人孤独に自分と向き合っていた木村花さん。なぜ死に追いやったまでの出来事になったのか。一つ屋根の下で複数の男女がシェアハウスする様子を記録した番組テラスハウスに出演。男女が共同生活をして恋愛や様々なトラブルもある恋愛バラエティ。アンチが増加したといわれるコスチューム事件とはどのような出来事だったのでしょうか。木村花さんが洗濯機に入れっぱなしにしていた衣装を洗濯された時にブチギレ、暴力ではないかと放送時に炎上してアンチが増加。同じ共同生活していたコメディアン志望の小林海さんが木村花さんのプロレスの衣装を洗濯して収縮させてしまったことに対して激怒したことから巻き起こったコスチューム事件。反省の意も込めて数日後にはテラスハウスから卒業した小林海さん。海さんが卒業した後には LINE や電話で連絡してもずっと応答がないと語ってる場面も。自分のやった行為は行き過ぎたと感じながら、卒業した小林海さんにメッセージを送っても未読無視や電話にも出ないことでまだ怒ってるし悲しいと悩んでいる様子もありました。テラスハウスのこの事件でアンチが増え、花さんの SNS には心ない言葉がいくつも綴られていました。その誹謗中傷とはどんなものだったのでしょうか。 SNS が便利な時代になった今、さまざまな間違った使い方によって人が無残にも傷つけられている現実があります。誹謗中傷した人は軽い気持ちでコメントを送ったと思いますが、実際に傷つけられた人は一生忘れられない大きな傷が残るのは事実。花さんは相当辛かったと感じます。こんなにも若く将来が期待された花さんが亡くなられた衝撃と、その原因がネットの誹謗中傷によって殺された事実が悔しくてなりません。 SNS が普及してから個人とのコミュニケーションが便利になりましたが、逆に今まで起こりえなかった面識のない人からの悪口、不特定多数の人物からのバッシング、批判&批評など住みづらい世の中になったのは事実です。この事件は日常的に軽い気持ちで人に悪口を書き死に追いやったと言ってもおかしくはないです。まずは木村花さんに対して誹謗中傷した人のアカウントを見ていきます。木村花さんに送った誹謗中傷の数々はあまりにもひどく、人間のモラルに反した行為で不特定多数の人物から毎日のように SNS のコメント欄に書き込みがありました。多数の人物はテラスハウス
の視聴者が主で、 SNS を利用する普通の一般人、学生、サラリーマン、OL、主婦など様々な方が軽い気持ちで送っていたと思います。花さんが亡くなった後は現在ツイート内容はもちろん、アカウントごと消して存在を抹消しています。花さん死去された後には、皆逃げていった、罪の重さを知らず好きなだけ誹謗中傷を浴びせながら、事態が大ごとになった途端に逃げるような姿に非道でもあり遺憾を覚えます。その中でも過剰に誹謗中傷した人物は特定されて、ネット上で画像やアカウントが拡散されていますが、その方でも一般人なのでプライバシーにより公開できません。花さんは日々100件近くの誹謗中傷コメントを送られていました。それを見たら誰でも嫌な気持ちなり、誰からも愛されていないと思い込み、精神的に病んでしまうのは当たり前だと思います。数々の心ない言葉、ナイフのような鋭くひどいコメントが連日花さんの SNS に書き込みがありました。バッシングすることによってストレス発散しているかのようにも見え、裏垢とかを利用してまで誹謗中傷する卑劣な行為、毎日この誹謗中傷を目にすると精神的にも不安定になるのは当たり前です。花さんの SNS 投稿では自己嫌悪になっていて、精神的に不安定になっている様子が確認できます。なぜここまで誹謗中傷がエスカレートしたのでしょうか。女子プロレス界ではヒール役ではありますが、スター性も兼ね備えた木村花さん、アンチが増えた理由としてテラハで起きたコスチューム事件が発端でした。その後は花さんの SNS には誹謗中傷のコメントが後が立たず、アンチアカを作ったりと徹底的に叩きにかかりました。日に日にエスカレートする一方で、花さんの母親のアカウントまで行って誹謗中傷をする事態にまで発展。一部ではありますが、テラハ視聴者の異常な行動に花さんも太刀打ちできないようになります。その後は同居する女子メンバーがフォローしたりといった場面も。花さんのリングコスチュームは命と同じぐらい大事と語っていたくらい、とても大事な衣装だったので悔しさはあったのでしょう。花さんにはメッセージが寄せられました。何も整理がつかないよ花、何が起きてしまったかわからないことが、起きてはならないことがこの世の中に起きてしまいました。あってはならないことが、今日は信じたくなくて、携帯をあまり見たくなくて放置してました。何も考えることができずぼーっとしてました。逆に連絡くれたみんな心配させてごめん。起きてしまった事実は残念ながら変えることはできないので、花のトレードカラーのピンクの花を捧げてきました。花は海も好きだったので、海にも来てるかなって思って、陽介に会えたかな。陽介はめちゃくちゃ最高なブローだからさ、花も絶対仲良くなれるから、陽介も頼むね。俺はまだそっちには行けないけど、いつかまた会おう。この世の中いろいろな意見があると思いますが、何が正解で何が不正解とか全くわからない。ただ一つだけ確実なのは、大切な仲間の花を守れなかったこと。悔やんでも悔やんでも悔やみきれません。これから将来がある大切な仲間を守れなかった。たくさんアンチが来てもスルーするとか、いろいろなことを言う人もいますが、アンチを受けた人は一生忘れません。言う方は忘れると思いますけど、それはいじめも一緒ですよね。嫌な思いをした方は忘れないんですよ。言葉の暴力って言いますけど、それは本当なんですよ。嬉しいことを言われた時は嬉しいですよね。悲しいことを言われた時は悲しみますよね。それが真実です。このことを無駄にはしない。絶対ご冥福をお祈りいたします。ありがとう花。ずっと二人の思い出の動画と写真見てる。その笑顔が冷静になれない。この世から一回消えたい。お願い。誰かが私はただただ13リーズンワイを見てるって言って、誰かが私はただ悪い夢を見てるって言って、起きたら隣のベッドであなたがいる。帰ってきて、ビビ抱きしめてってまた言って、愛してるから話さないからお願いだから戻ってきて。花ちゃん、I'm sorry。助けられなかった。もっと寄り添えればよかった。お互い意地を張らず仲良くしておけばよかった。自分の思いを伝え、彼女の思いも聞いてまた仲良くできればよかった。相談に乗ってあげれればよかった。良い部分に目を向ければいくらだって修復できたはずだった。温泉に行ったこと、怪我して落ちてた時に料理を作って励ましてくれたこと、プロレスで優勝したこと、二
2人で全然面白くないホラー映画借りてきてメンバーからブーイングを食らったこと、試合に応援に来てくれたこと、ギクシャクした関係のまま行ってしまった。今まで後悔しないように生きてきたつもりだけど、花、元気、また仲良くしようぜ、遊ぼうぜって言えたらって一日中ずっと思ってる。こればかりは本当に後悔してるし情けない。俺は芸能人でも何でもないただのアスリート。有名になったりテラスハウスに出たりすれば誹謗中傷は仕方ない。有名ぜ、覚悟、我慢しろ。そう言われてきたけど本当にそれが正しいの？正直俺も毎日散々誹謗中傷されてるし仕方ないって思って向き合ってるよ。でもなんで毎日我慢しなきゃいけないの？俺は気にしないけどそれに耐えられない人もいるんだよ。他のメンバーたちも悩んでるよ。それくらいわからないとダメだって。少し人の気持ちになって考えればわかることだって。おかしいって、絶対におかしいって、マジでありえないって、常識だって、そんなレベルのことがわからないって大問題だって。会ったこともない、ただ画面上で見ただけの人たちをどうしてそんなにジャッジできるの？直接嫌なことでもされたの、何がわかるの？そんなに偉いの？自分は完璧なの？どんな思いで毎日必死に一人一人生きてるか知らないじゃん。悩みがあるか知らないじゃん。過去があるか知らないじゃん。良い加減言っていいことと悪いことくらいわかろ。もう二度と見たくない。俺には何とでも言えばいい。この後に及んでまだ意味わかんないの送ってくるやついるよ。今だって文章を打ってるやついるよ。労力使ってくれ。気にしないから。だから他の人に言うのはもうやめてくれ。それと他人の人生やあだこだ言う前にさ、まず自分の人生を生きてくれ。あの日の夜中、たまたま遅くまで起きていて彼女がストーリーを更新していて何気なく DM を送りました。彼女からの返信はいつもと様子がいくて、途中から返信も来なくなって、気になって Twitter の投稿を見て異変に気づき、すぐに自宅を飛び出し彼女の家に向かいました。家に着いてもそこに姿はなかったので病院に向かいました。病院に着いたら変わり果てた彼女がいました。向かっている最中、私はどこかで生きてるだろうと思い込んでいました。そして何事もなかったとしても抱きしめようと思っていました。あなたがこういう状況になったらいつでも駆けつける仲間がいるんだよって、あなたが自分に傷をつけてもいいのはリングの上だけだよって伝えようと思っていました。卒業したら旅行に行こうねって、一緒に潰れるまでお酒を飲もうねって、またご飯も行こうねって約束をしていました。私もテラスハウスに出て誹謗中傷を受け傷つきました。その様子も配信されていたので知ってる人もいると思います。テレビに出てるから仕方ない、傷つくくらいなら出るな、死ね、出ていけ、たくさん言われました。でもね、表に立つ仕事をしている人もみんな人間なんです。感情があるんです。言葉は本当に狂気になります。表に出ているから仕方ない、覚悟が足りない、メンタルが弱い、そんな問題じゃないんです。いわゆる有名な人には何を言ってもいい、そんな風潮を払拭しなければいけません。どんなに悔やんでも彼女は帰ってきません。もう笑顔を見ることもできないし、一緒にご飯を食べることもできない。最後の姿が頭から離れません。いつも笑顔が素敵な彼女があんな姿になってしまっただなんて、あの姿が最後だなんて思いたくない、信じたくないよ。花ちゃん、言い合いもしたね。でもたくさん買い物に行ったり映画を見たりお出かけもしたね。楽しかったね。いつもふざけ合って時には励まし合ったよね。プロレスの試合中のあなたは本当にかっこよかった。でも恋愛をしている姿は本当に可愛かった。もうあなたに会えないと思うと辛くてたまりません。どうかどうか安らかに眠ってください。ゆっくり休んでね。もうあなたを傷つける人はいないよ。出会ってくれてありがとう。助けられなくてごめんなさい。いかに花さんが愛されていたか、追悼のメッセージを見ただけで胸が痛くなります。木村花さんのご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。